これはもう10年以上前の話なんですが、私がやってます、あらかじめ決められた恋人たちへというバンドなんですけど、まあ、人はこう荒恋と呼んだりするんですが、まあ、今でこそバンドなんですけれども、昔はそのリーダーの池永さんが一人で大阪で活動していたんですね。でその頃の話なんですけれども、まあ、その荒恋のアーティスト写真をその時撮るということになって、まあ、私も友人のカメラマンの B さんという方がいらっしゃるんですが、その方はもともと池永さんの大学の同級生で、よく池永さんのそういうアーシャとかも撮ったりもしていて、でその人がですね、まあ、ちょっと最近気になっている面白い場所があるから、まあ、そこがいいんじゃないかということで、とある廃墟にですね池永さんを連れて行ってくれたんですよ。それは大阪のですね、とある、まあ、繁華街にある普通にこう賑やかな飲み屋さんが並んでいる路地を一本入ると急に現れる廃墟なんですが、まあ、その火事で焼けてしまっている3階建ての、まあ、もともと倉庫か何かでですね、外壁の一面が、まあ、コント あのセットのように崩れ落ちてしまっていて、それで中が完全に見える感じになってるんですね。で一応その金網で入れないようにはなってるんですけど、まあその近くに行ってみるとですね、もうほんとすぐ目の前2メートルぐらい先に天井の焼けてしまった梁のところからですね、人間と同じくらいの大きさに作られた人形がぶら下がっていたらしいんです。それがですね、つなぎのような服に、まあ、新聞紙か黒いビニール袋みたいなものをこう丸めてその服の中にこう詰めて作ったみたいな感じの人形で、まあ、頭はフードをかぶっているんですけど、まあ、その毛糸みたいなもので髪の毛も作ってあるんですね。それで手はですね、まあ、軍手のような手袋でできてるんですけども、まあ、なんかこうキャラクターのこの手みたいにこうパンパンにこう物が詰められてて、でまあ風船みたいにこう膨らんでるんですよ。まあ、それがまあいかにもすごくこう人形っぽい感じで、まあそのすごくこう雑な、まあ、作りの人形ですよね。でまあそういう感じの人形がこう天井の梁からぶら下げられてて、まあ、さらにですね、その靴紐をですね縛った状態の何足かの靴がですね、まあ、天井からぶら下がってると、まあ、そんな何か何かのもう儀式のようなものが行われてるかのような、まあ、そんな状態になってたんですね。まあ、しかもそこがですね、まあ、ゴミもたくさん不法投棄されていて、まあ、その匂いがですねもうきつかったので、もう池永さんのテンションはもうすっかり下がってしまって、まあ、もうここで写真撮るのはもう嫌だということで、まあ、それでその日は撤収したんですけど、まあ、その B さんはそのカメラマンの B さんは、まあ、何日か後にも友人たちと近くでこう飲んでいて、まあ、そういえばこの間その近くでこれこれこういう場所を見つけてという、まあ、話になりまして、それでその友人たちもなんか面白そうだなって話になって、まあ、またそのですね廃墟をまた見に行ったんですね。でまあまあそのまあ人形も靴もこの間と同じ状態だったんですけれども、やっぱりですねみんなちょっと気持ち悪いなっていう感じになりまして、ちょっとここは関わらない方がいいんじゃないかっていう感じでですね、またそれを撤収したんですね。でまたその数日後なんですけども、またその B さんは別の友人の、まあ、K さんという方と近くで飲んでいて、でまたその話になって、でもう正直 B さんはもうそこに行きたくはなかったんですけど、もう K さんはですね結構そのすごく興味を持ってしまって、もうどうしても行きたいと、まあ、言い出しまして、まあ、そのもうそんなものをちょっと謎を解明しに行こうやみたいな感じ雰囲気になりまして、結局また行ったんですね。で行ってみたらやっぱりこう気持ち悪くて、もう結局すぐに撤収したんですけど、まあ、その時こう B さんが言うには、まあ、K さんはその帰り道にしきりに、いやこの匂いどっかで嗅いだことあるなっていうことをずっと言ってたらしいんです。でまあそれはその日でそういう感じで、まあ、終わったんですけど、まあ、翌日ですね、まあ、B さんがこう
いつも通り仕事をしていると、まあ、K さんから電話かかってきまして、うん、で今実は昨日の廃墟に警察と来てるんだと、とこういうわけですよ。それで、まあ、K さんが言うには、まあ、あの人形は人形じゃなくて本物やったわと、まあ、本物っていうのはそういうことですよね。あんなねもう2メートルぐらいの本当近くで見て、すっかり B さんも、まあ、他の見た友人たちも、まあ、池永さんも多分そうだと思うんですけど、もう人形だと思ってたのに、それがこう首を吊った遺体だったんですね。で、まあ、第一発見者ということで B さんが現場に呼ばれることになって、それでまあ行ってみると、もうその時遺体は片付けられていたんですけど、まあ、警察の方の説明によると、まあ、それはもう死後4ヶ月ぐらい経っている首吊り遺体で、それでその毛糸で作ったような髪の毛って思ったものは、要はその、もう4ヶ月も経ってるものなので、その、まあ、実際の髪の毛にですね、腐って溶けてしまった肉が流れてこびりついている状態で、それがこう毛糸みたいに見えたと。それでそのすごくこう人形っぽく見えたその手もですね、腐ってこう流れたタール状のものが手袋にたまって、まあ、パンパンに膨れて、まあ、そういうように見えたらしいんですよ。でその時その警察の方が言っていたことはですね、実はこの場所でその死体が見つかったのは3回目だと。で1度目は、まあ、その観光客の方が近くのビルから大阪の街並みを撮影したら、まあ、その廃墟が映ってたんですけど、その廃墟の屋上のところにですね、腕のない白骨死体があったというのが1回目で、2回目は、まあ、今とまた別の首吊りの、まあ、遺体が見つかったというのが2件目で、3件目が今回ということで、まあそういうですね、こう、まあ、えらい曰く付きの場所だったわけですけど、なんでこう K さんがですね、その死体じゃないかと思ったかというと、それが不思議な話でですね、B さんと一緒に K さんがその廃墟見に行って夜、まあ、家に帰ったら、まあ、一緒に暮らしている彼女がいらっしゃったらしいんですけど、その彼女がですね、寝てたんですけど飛び起きまして、夢の中でですね、おっさんがあんたに助けを持ってくれって言ってるって、まあ、しきりに言うわけですよ。それでこれはもしかすると廃墟に関係あるんじゃないかと思ったら、まあ、その時ちょっと思い出したのが、まあ、その匂いですよね、まあ、K さんがどこかで嗅いだことあるなって言った匂いは、まあ、そのインドに旅行にした時にガンジス川で死体を見つけたことがあって、その時に嗅いだ匂いと一緒だったと。それでもしかするとあれは本物かもしれないと思って翌日確認しに行って、で実際これ本物だということで警察に連絡したわけですね。でまあその廃墟ですけど、まあ、持ち主がその分からないので壊せないという感じで、まあ実は今もまだその大阪のとある場所に存在してます。そしてですね、まあ、なぜか今もですね、そこは吊るされてる靴がですね増えたり減ったりしているという話です。まあ、私が一つ言えるのはですね、まあ、荒恋あそこでアーティスト写真を撮らなくてよかったなとすごくそれは思います。